きです。ということですね、今回はですね、私2本目だから、まあ、全然平気なんですけども、まあ、全然平気っていうことは何をするかっていうと、皆さん思考シリーズですね。はい、そしてですね、今日はね、春にぴったりな思考コールスローですね。いやー、やっぱね、春はね、春キャベツじゃないですか。春キャベツを本当に美味しく食べる、コールスローって言ったら皆さん何を思い浮かべますか。まあやっぱね、ケンタッキーですね。でもケンタッキーのコールスローも非常に美味しいんですけども、もうそれをもうちょっといっちゃいます。上にそんな春にぴったりのもう野菜がギャッチリ入る思考シリーズコールスローをやっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあね、材料紹介いきたいと思います。もうね、このまま材料ね、深津材料限られてますんで、まずね、キャベツ、できれば春キャベツの方が柔らかくて美味しいんですけども、まあなければね、冬キャベツでも全然平気です。はい、春キャベツっていうのはもうちょっとね、こう間に空気が入ってるようなスカッとしてるキャベツですね。はい、そして人参ですね。はい、人参はコールスローの中では甘みと食感と彩りを司る重要なものなので、人参1/2本、これ皮付きのまんまなんですけども、ちょっとこれを使っていきたいと思います。大体 60g ですね。でキャベツが芯を取って 200g ぐらいのものですね。はい、そしてね、ニンニク、もう僕はもうニンニクの貴公子と呼ばれているもんですから、そんなこと今思いついたんですけども、ニンニクは使います。はい、そしてあと根幹ですね。いろいろやっております。ではですね、今回思考のコールスローにあたって、やっぱりですね、春の食材を扱う上で一番大事なことっていうのは、やっぱりね、春を感じることですね。春といったら皆さん何を思い浮かべますか。やっぱり皆さん花見でしょう。なのでですね、今回は花見をします。どこのご家庭にもあるカルチューマシンですね。ウィー、そしてレモン汁を少々、花を見ながら花見をしていきます。やっぱり外に出られないんでね、やっぱり花はね、こういう感じでいかないと。いやー、癒されるな。やっぱ花見はこうでないよ。はあ、もうやっていいっすか。調理パートに入っていきます。はい、春キャベツ、まあ、芯の方はね、あの春キャベツだから、まあ、芯もまあ柔らかかったりもするんですけども、サラダにするとね、ちょっとね、硬さがやっぱ目立ってしまうので、ここはね、切り取ります。はい、切り取ったので 200g か 220g ぐらいのものですね。で、こいつをですね、コールスローの場合はキャベツがね、あのちょっとね、細かい方がうまいんですよ。だから、いつも僕こうやって切ってるんですけども、全部あの一緒くたに切ってるんですけども、今回ね、分けてちょっと細かく切りたい。で、細かく切るのはどういう風にやるかっていうと、これね、キャベツをね、あの3段階ぐらいに分けて切ると、あのこうやって落ち着けて切ると非常にいいです。はい、まあ、これは好みでもいいです。うん、で、これも面倒くさい方はもうキャベツのね、千切りがね、コンビニ売ってるから、コンビニで買っていいかな。じゃあ、この太い部分どうするかっていうとね、ちょっとこうやって切って、まあ、ここら辺はね、ここら辺はこの切っちゃっていいですよ。この柔らかい葉の部分をね、こういう太いところは残しておいて、こうやって斜めに切ってあげる。そうするとね、芯のゴリッと感がね、気にならなくなるんでね。はい、キャベツの方はね、これザルにあげます。ザルにあげてください。次、まあ、人参もね、この丸のまんま切るっていうんだと結構あれなんで、ここら辺をね、一回切り落とすと安定します。自信のない方とかも、もうこういう風にやっていただいて、で、こうやってまず一旦スライスします。で、こうやってね、こうやって並べるんですよ。こうやって並べたら、はい、こんな感じですね。で、こいつもキャベツね。はい、そしてまあね、まあニンニクもね、後でおろすんでね、ちょっと切っときましょうか。こいつはね、皮だけもいるけんでね。はい、オッケー、ナイスパッティン。そしてですね、キャベツと人参の千切りができました。このままあえてもいいんですけども、お野菜だからね、水分かなり持ってます。はい、なので、コールスローにする場合はね、水分抜いた方がドレッシング薄まんなくて美味しいんですよ。なので、学ぶ3分の1を入れていきます。で、入れたら汁垂れると思う、下にボール受けた方がいいです。で、全部ね、あえちゃう。
でお塩がね全体にまぶさるとねすぐねこの浸透圧の関係でね水気が出てくるんですよ。このね水をどんだけ絞れるかが至高のコールスローの一番重要なポイントだと言っても過言ではない。で、まあ、ちょっと数分置くんですけども、まあ、数分置かずもかなり、ね、水っぽさが、ね、出てくるんですよ。どんぐらい水気が出てくるかちょっと今からやりますんでね。もう握っちゃう。そうするとねもうほらめちゃめちゃ出てくるんですよこれ。そしたら絞ったらここに入れるとね。これを繰り返していきます。こんだけ出るんですよこれ。お塩して、じゃあねこれはもう水気もう十分に出ましたので、ここからね、もう仕上げです。で、ここに、まあ、水気をよく切ったコーン缶ね。もう半缶も入れちゃいます。ここからね、味付け。味付けはね、割とシンプルです。マヨネーズ。大さじね、3です。だいたいピンポン玉1枚ぐらいが、大さじしてるんで。でね、レモン汁。お酢でやる方もいるんですけども、僕はね、ちょっとフレッシュレモン。キュアレモネードなので、はい。レモネードを入れます。そしてね、お砂糖です。これ一番重要です。お砂糖小さじ1杯あと粗挽き黒胡椒、これね思ってる3倍。黒胡椒入ったら入ってるだけうまいから、はい。でおろしにんにくこれぐらい、まあもう3分の1かけぐらい。あとはね好みで、ここに1,2,3,4,5,6 振りですね。でこれをねよくね混ぜます。はい、つまみにしたい方はちょっと塩一振りしてもいいかもしれないけど、まあもうこれで十分だと思います。はい、ということで盛り付け、じゃあ盛り付けいきたいと思います。ちょっと今日はね黒い皿に盛りたいかな。じゃあこちらで至高のコールスロー完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。飲みます。あハイボール、じゃあいただきますよ。じゃあいただきます。これはね、もう俺が食ってきたコールスローのどこのコールスローよりうまい。最高なんですこれ。野菜の水分を抜いてこのちょっと甘みに作ったマヨネーズソース、これを絡ませることによって本当にね普通のサラダにドレッシングかけてもこんな一体感もないと思うんですけども、これねコールスローって一番重要な一体感なんですよね。一体感が半端ない。そしてアクセントにんにくがあるからもうねコールスローでお酒飲めんじゃない。これそれで飲めんじゃない。これ食べたら分かると、ものすごくこの一体感もう完成されてる。もうどこに出しても恥ずかしくない息子です。なのでどうぞ僕の息子よろしくお願いします。もう野菜がギャッチリしられる至高シリーズ、なんだっけ、コールスロー、コールスローをやってきます。